選挙のたびにですねあのよく言われます与党は国民の中の二十数パーセント投票に来た人の中の四十数パーセントしか得票がないにもかかわらずなんと7割近くの議席を独占してその結果100パーセントの行政権を行使してで官僚の人事権まで使ってまあ権力の私物化が起きてる選挙制度が悪い。 これよく負けた側は言うんですよね。勝った側は絶対言わないですよね。ただこれ事実だと思います。で、これを単なるこう政治的不満な話で終わらせずに改めてですね。野党の人って御憲派が多いんでしょ。憲法大好きなんですよ。憲法を見てください。いろんなこと書いてあるんですよ。憲法の中にちゃんと名文で全文の中でまず第全文の第一段の中でですね。 日本国民は我々の死刑者ですねただこれ間接民主制だから公正に選挙された国会を通してです代表者を通して行動するつまり権力は間接民主制で行使するけどこの条件なんですよ正当に選挙された政党に選挙された国会でなければならないってことですよねここが捨ててるその選挙制度が歪んでるってことは正当な選挙じゃないってことです それ当時のことながら15条の一項に我々国民に選挙権があるすなわち国民主権なんだぞ「あの時は我々国民大衆だ忘れないでくださいませ」そして選挙っていうのはあの投票の秘密ってとても大事なんですお前誰に入れたなんてことは聞かれても答える必要ないしあるいはのぞかれたら拒否していいしじゃないとあとで勝った人にあのけじめつかれちゃうからさいますからね。 だから選挙っていうのはニコニコはい入れますと言っといても入れないようができるから選挙なんですね。だからつまり一庶民が権力者を唯一堂々と裁いて裁いたことで裁かれないこんないいことはないわけですから選挙人の秘密無党籍っていうのはやったことについて責任取れないってことですね。こういうすごい保障があるそれからもう一つさらにですね 平等な選挙今要するに選挙制度が歪んでるってことは差別選挙だってことでしょ平等の選挙に関する規定もいっぱいあるんですよ。まず憲法14条の1項には法の下の平等つまり人間誰であって自分の所属するグループとその他のグループと比較されて言えなく不利益を受ける理由はないつまり山奥の人々と都会の人で1票の価値の差が違うなんておかしいじゃないですか。だからこれで国家,国家権力の 予算の配分に力の差が差出ちゃうんですよ。それから。露骨に書いてあるじゃないですか。か貴族制度の禁止。貴族制度というのは。権力を。独占し、それをファミリーで。血筋で。代々たいつないでいく。わかりますよね。今、最近世襲議員、世襲議員やたら問題になっている、るこれ。あからさまな貴族制度じゃないですか。もちろん、それを。あの。 貴族制度として国会議員は何々家と何,家と何々家に限るとはなってませんけどもろもろの運用実態の中で特定のファミリーに権力が独占されてるじゃないですかだからこれ議論としてはこういうんですよあの条文にあからさまに触れ憲法条文にあからさまに触れてる選挙制度の条文があるから違憲という議論もあるんですよね。私が言いたいたのは 実際に選挙制度の運用の,実態運,用です運用の実態が憲法違反だこれはアメリカの発想ですけど条文がぶつかれただけじゃなくてつまり憲法が上にあって法律の条文はある程度使う幅があるじゃないですか使ってる幅があからさまに憲法の条文にぶつかる実態だったら運用意見って言うんですよ